Thank you.
というわけで T スクエアから宮崎さんと安藤さんに来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。そしてエキストラの皆さんが、ね、メンバーの皆さんがね、後ろで川と戯れていらっしゃいます。あの私彼らが何やってても絶対笑うなっていう。あ、そうなんですか。感傷的な顔見せていただくということで、早速なんですけども、リバーサイド音楽祭ということで、はい、川にまつわる話をですね伺ってるんですけども、宮崎さんなんかちっちゃい頃から何だろう、川の近くで過ごしてきたというか、あの東京、今はねもう東京なんですけど、東京の最初に住んだ家は多摩川みたいな平川があったりで、あのアメリカにいたことが、そうなんですか、どちらにいたんですか。ボストンなんですけど、でボストンっていうのもまたチャールズリバーってすんげえ大きな川があって、冬あの凍るんですよね、もう一年、はい、でスケートできたりとかするような、なんかそういうところがあったりとか、ボストンに見えたのはそうです、バークレーかな。そうですそうですよね。知ってる、すごいとこなんですよ、なんかすごいってことしかわからないんですけど、サックスの東大東大生そして非常に寡黙な安藤さんですけどもね、はい、名古屋出身ということで、はい、なんか加工山の方だっていう風に見たんですか。そうです、日体寺。あ、そうですか。少女のあるところでお育ちになったんですね。僕が生まれた頃はまだあんまり情緒がなかったあ、そうですか。よくわかんないですけど、なんか実家の方にお帰りになったっていう風に伺ったんですけど、昨日帰ってきました。そうですね、なんかね、家で寝るとすごい熟睡できるんですよ。なぜかよくわかんないです。何年か。もうな、名古屋は18まで行って、でそれからもう東京に行っちゃったんですけど、だから東京の生活の方がもう全然長いんですけど、それでもやっぱり名古屋に帰ると、実家に帰るとすごい落ち着きますね。
話変わりますけど、ファッションの話で、そのジェネレーションギャップがあるから、もちろん好きな洋服とかも違うと思うんですけど、ステージとかで衣装って誰が決めるんですか？以前はですね、はい、スタイリストの方がいて、はい、まあ、その時その時で僕らの考えてくれてたんですけど、うん、最近は割とまあ、うん、各自って感じだよね。じゃあなんか、あいつの格好若いなとか思いながらこう聞いたりする。それが安藤さんの格好が若いんですよ。あ、そうなんですか。どんな格好してるんですか。っていうかね、僕はね、その時これがいいなっていうのはやっぱり毎回変わるんですよ。で、今年のツアーの時は、たまたまジェフ・ベックを僕、ロサンゼルスで見て、すごいかっこいいなと思って、これしかないみたいな、なんかロックだみたいな感じで。僕も見ましたよ。あ、そうですか。はい、かっこいいですよね。なんかね、ああいうのいいなと思って、年甲斐もなく。なるほどね。安藤さんって感覚的にはすごい若い人だなと思うので、ね、なんかこういう、なんだろう、安藤さん今おいくつでしたっけ？今45です。なんかこういう45歳ってかっこいいなとかってやっぱ思いますよね。将来目指すは安藤さんみたいな。いいですね。